はい、皆さんこんにちは、渡辺隆史です。では今回は提督の決断をバブキット物見先置き回戦ヤマト特攻リベンジ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、レイテ沖の攻略を行いますというところで、進めていたと思うんですけども、このレイテがですね、アメリカ軍が増強されていて、かつですね、なかなかにやっぱりアメリカ軍の航空戦力が強いということで、レイテ攻略を一旦やめてですね、攻略目標をインドに変えました。インドは第3艦隊だけなんですね、イギリス軍で。かつ今欲しい鉄とアルミとお金全部3点セットで手に入るということから、先にインド洋を攻略して、お金、鉄、アルミの安定供給を確保して、艦隊戦力を増強した後にアメリカ軍と一大決戦を挑むという戦略構想に変更を行いました。では、お金を使っていきましょう。鉄も使っていきましょうというところで、まず技術開発かな。兵器開発先に見ましょう。兵器開発で誘導弾が、開発可能になってますので、誘導弾入れます。これ、800キロ以上の爆弾で、誘導が可能になるという、かなり大きいですね。これを入れます。航空機もね、欲しいんですが、お金がないので、一旦このままにしましょう。技術開発は薄く入れておきます。これだったらどう？ジェット機体いけるんじゃないか。単発ジェット機体。ね。単発ジェット機体、入れておく？入れておくか。将来的にアメリカ軍に対抗するには必要になるからね。で、今、艦隊はマラッカ、つまりシンガポールに戻しているので、シンガポールから、インド洋に艦隊を送っていきます。で、第1艦隊の方はですね、航空機150機。その超加賀。これも150機。合計300機の航空機で挑みます。では、インド洋攻略戦、始めていきましょう。インド洋に、ちょっと待ってね、展開する戦力、もう一度確認しよう。戦力比較。第3艦隊だけ。第3艦隊は、戦艦ハウ。これはイギリス軍の、第3艦隊の旗艦ですね。開戦直前に就役した新型戦艦。確かにかっこいいよね、見た目も。近代的イメージを放つ大型って書いてあるけどね。まさにこれはかっこいい。で、続いてマレーヤ。これがクイーンエリザベス型ですね。さっきのハウがキングジョージ5世型でしたけど、このマレーヤはクイーンエリザベス型戦艦になってますね。さっきのハウに比べると旧式艦という扱いになっています。ここから従順かな。ノーフォーク。さらに駆逐艦か。駆逐艦が爆雷積んでるんで、これが6隻、7隻、6隻ですかね。いると。いう艦隊規模。これだったら一周できるはずだ。戦力を投入していきます。できるだけ味方の損害は少なくしたいですよね。夜明けとともに出撃をかけていきましょう。まずは雨が降ってるんだな。そしたらまず第一艦隊の方から空母を離脱させていきます。で、第1艦隊は委任。第2艦隊も第3艦隊も一旦委任しちゃいます。とにかく雨やみ待ちですかね。雨が止んだら空母から偵察機、攻撃機を発艦していきます。いやー、もうこの超赤城と超加賀がいるだけで、戦術構想がすごく楽になりますね。これが4隻体制の1個艦隊、さらにそれが3個艦隊になれば、敵の航空基地を破壊するのは非常に容易になる上に、これに攻撃機が加わってくると、敵の艦隊もね、バッコバッコと沈められると思うので、本当に反攻作戦でキーになる、この空母、大型の空母ですね。仮に今150機航空機搭載していて、そのうち100機を、爆撃機ないし攻撃機に割り当てたとして、1個艦隊あたりマックス4空母配備可能なので、そう考えたときに、1個艦隊でこの大型の大空母を持っているというだけで、
400機の航空機が運用できると。で、さらに400機の航空機を運用する艦隊が3つになれば、1200機の航空機を運用できるようになるんですよね。これはね、やっぱりでかいですよね。さあ、偵察機を飛ばしていきます。で、爆撃機も飛ばしていきます。敵の艦隊の位置、これを探っていきたい。基地の場所はね、スパイの情報で割れてますんで、お、場所も分かったな。いや、さすが一トン爆弾よ。この火力。一発で終わるもんね。さらに余力を買って、敵の攻撃も可能という。さすがよ、さすが。ちょっとこれは、従順艦隊は離れておきましょう。潜水艦に任せる。で、空母部隊も北上します。雨が止んだら仕留めに行く。敵の戦艦を仕留めに行きましょう。まあ、空母はね、唯一の弱点が足がね、とにかく遅いっていうね、そこぐらいかな。まあ、あの洋上基地型という戦略というか戦術構想のものに設計した空母なので、足は遅いんですよね、とにかく。なので敵艦に捕捉されると危ないんですが、捕捉されなければね、なんてことはない。さあ、敵の航空基地に向けて味方の爆撃隊が飛ぶ。直煙が出てますが、この数の爆撃機相手であればちょっと手が回らないでしょう、さすがに。仕留めきれない、仕留めきれない。あと一発あと一発の爆弾が足りなかったか。残念。あと一発の爆弾が足りなかった。敵の戦艦をどこに退避してるかだね。あとは敵の戦艦の退避場所を確認しておきたいかな。超赤城、超加賀からまた爆撃隊が発艦ですね。ここ先に仕留めたかったな。雷撃機がまだ4機。あとは偵察と直営が8機ですね。あ、間に合ってるね。仕留められる。OK だ。あとは偵察機を飛ばして敵の位置を判明させておこう。これで終わりだ、敵の基地攻撃は。いやー、今までの苦労が何だったんだっていうぐらいサクッと基地攻撃が終えられるね。あとは索敵機で、取り逃した敵の戦艦部隊ですね。これをしっかり捕捉しましょう。どっかにいるはずだからね。いた。ここにいたね。もう一回航空攻撃が必要かな、ここは。必要ないか。さすがだな。さあ、偵察機を飛ばしてそのまま航空攻撃に入りましょう。もうほぼ無傷ですよね。水上艦は無傷で、潜水艦が2隻ほど
撃沈された可能性があるかなとは思います。偵察機の補充も必要だな。偵察機もね、足が長い偵察機が必要なので、本来だったら、まあ、偵察機専用のね偵察機を用意しておきたいぐらいなんですけど、逃げられるかな。取り逃しですね。ちょっと間に合わない上に雨が降ってきちゃったので、まあ残念ですが、これで取り逃しです。まあただ勝利でインド洋をほぼ無傷で手に入れました。うお、潜水艦2隻どころじゃない、4隻失ったのか。まあしょうがないね、潜水艦4隻で。インド洋が取れれば、まあ御の字ですかね。あ、そう、あと高速巡洋艦をね、設計しました。これは、42ノットで航行可能な、本当に高速性を重視した重巡ですね。これもね、艦隊編成の中に入れていきたいなと思ってます。で、インド洋に関しては、輸送船をバリバリバリっと入れてあげる必要があるので、忘れないうちにちょっと輸送船を6か。ちょっと輸送船の数は沖縄あたりから引き抜いて、ここに配備したい。南シナもちょっと減らしてでもいいので、今欲しい。あ、そもそも沖縄も輸送船がない。いや、輸送船不足だな。まあ、ただ、インド洋を確保したというのは大きいので、これでアルミ、鉄、お金をね、安定供給してもらいましょう。で、今度こそ次の目標は、レイテになりますね。そうか、マラッカ海峡から艦隊引き上げることはできないわけだな。ジャワ沖を取られてる以上。なるほど。これはもうしょうがない、そういうもんですね。となると、マラッカ海峡に置いとく艦隊が必要だな。うん。インド洋に置いておく艦隊が必要ですね。まあ今ちょっと鉄がないので、そういう動きも難しいですが。一旦インド洋は艦隊を駐留させておくにせよ、この先はインド洋にも艦隊を置いておく必要があるので、次回は駆逐艦、逃亡型の駆逐艦久しぶりに3隻ほど作って、それをインド洋に置いて、それと入れ替わりで、この艦隊を、主力艦隊をね、レイテに向かわせましょう。それがいいかな。はい。では、ちょっと今回ね、インド洋攻略、未だかつてないほどあっさり、進行したと思うので、サクッと終わっちゃいましたけども、今回はここまでにさせていただきたいと思います。やっぱりね、イギリス軍よりも、アメリカ軍ですね、強いのは。この先アメリカ軍との激闘が待ってると思いますので、皆さんもね、引き続きよろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。